どうぞ。失礼。どうぞお座りください。どうぞお座りください。この会社に入ったら何がしたいですか？俺は全商品にバーコードをつけたい。自慢したいだけだろ。理由は商品にバーコードをつけないと値段が確かめられないから。意外と当たり前だった。銀ちゃん、正面を向いてください。この面接官チャラいな。じゃあ次どうぞ。自分は天下取りたいっす。絶対落ちるだろ。理由は自分が将軍だからっす。お前もか。じゃあ次銀ちゃん。はい。銀ちゃんの夢は？私は銀を集めることです。銀さん、もっとでかいこと言った方が良かったんじゃね？そうだよ、もっとなんかこう銀河系征服するとかさ。言えるかそんなこと。あの会社絶対おかしいじゃん。